はいさーい。はいさーい。今日ですね、はい、普段ね、釣り班がね、はい、お世話になってるブリデンブラザーズのために弁当作ろうって言ってます。嬉しいね。今日も釣りね、一緒にやりに行くから、はい、感謝の意味を込めてね、この前もらってきたこのシャコガイ気づきました。弁当箱になるんじゃねって。確かになりそうですね。こいつを使った弁当を作ろうってことです。おいいですね。釣りのための弁当ですね、これは、うんうん。大量弁当と名付けましょうか。略して大弁ね。略はですね、略はやめとこうか。じゃあやりますか。どう、でけえ、でかいですよ、これ。いや、このサイズは初めて捌く。これ、アマさんと一緒に取りに行ったんですよ、ね。まず貝柱、貝柱はホタテ並みなんだけど。この何も切れそうですね、ちょっと終わってる、うん、先、うん。けど、100円なんだぜ。100円なんですか。へぇ、何でも100円で揃えるんですね、マグロさん。我が家は100円のものしかないです。さあ、行くのかい。いや、あ、もうちょいか。開けてよ。よいしょ。おお、でかいな。でけえ。ああ、美味しそう。宝箱だったこれ。海の宝箱って言ってもいいわこれ。じゃあ、真珠も入ってたらラッキーだけど。隠しダンジョンにあるやつですね。出会えてますよ。最後の鍵がないと取れないやつなこれ。貝柱の部分うまそうだな。あ、取れた。これが弁当箱になるわけですね。うん。綺麗、中が。おお、びっくりしたよ。これがこう弁当箱になる。で、輪ゴムをつけて、そうそうそう、完成と。じゃあ私これちょっと洗っていく。 OK です。はい、うわ待って、貝柱やばやばでっかでかっ。貝の大黒柱、土の中に放り込んでからもぐもぐしたら本当に脳汁びちゃびちゃになるんですよ。脳汁ドバドバです。で、そんな感じでしょ。アドレナリンがーって、うん、うわよいしょ、すげえ。うわ、身も恐ろしそう。待って、綿がすごい。これ肝すか。うん、食べれる部分もあるんですか、これ肝に。あ、もう食べれる食べれる、肝は、うん、むしろ肝が一番うまいから。よいしょ、なんか勢いでこれで来ちゃった。これすごいちゃった。内臓を外せば全てがでかい。規格外の化け物や。うまそう。20センチありますよ、これ。ほらひっちゃんの手が20ぐらい。これでっか。貝柱ねんちゃんビビったな、ね、こんなぶっての見たことないっす。正面の皮剥いでいく感じですね。うん、食べれないと。あんま美味しくない。わー、ひー、きれい。真珠だよ、これが。もう真珠だよ。さあ、こんなもんかな。食べれるとこ分けたら。アマさんすごいな、こんなもんくれるとこ。ちょっと LINE 交換ぐらいしといた方がよかったの。今度飲みに行きましょうって LINE 送ればいいの。消費が終わったタイミングで。名前がアマ1、アマ2、アマ3って名前ですよ。嘘つけ。そう、本当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 。ドラクエみたいだな。しかも自分なんかで言ってます。自分なんか書いてます。よしゃ、じゃあこいつを調理していこうか。はい。はい、じゃあシャコガイの、はい、ニンニク味噌炒めを。美味しそう。うまそうだな。もうご飯に持ってこいだもん。ああ、いいですね。ご飯に進むくんだと思う。弁当って言ったら味濃いイメージありますからね。そう。冷めても美味しいがね、弁当ですから。はい、じゃあ。油、ニンニク、唐辛子ですね。本当にね、ブリーデンブラザーズのね、しんちゃんとゆうちゃんね、お世話になってますからね。そうですね。特にね、イザナズメキサイもやっぱり必ずゆうちゃんがね、うん、釣りのポイントを教えたりね、車出してくれたりとか、いろいろね、宿にも泊めてもらったりとかもしてますから。そんなの。そうなんですよ。神の神対応なんですよ。ケタルマルとかたまにロスポしちゃったりとかしても、笑顔でいいよって、うん、いいんだよ。よし、じゃあニンニク香りできたんで、お、いきます。シャコガイ、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 ワオ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。じゃあ、はい、どうでしょう。今回はこのスペースデリバリーに入るんですから、中口さん。いや、ガチじゃないと。スペースデリバリーにカッコ真面目でいきますね。真面目って。スペースデリバリーの失敗作ですよ。わー、うまそう。美味しそうだな、もうこれ。ちゃんと作ってもスペースデリバリーですって言ったら、もう最後まで疑いながら食べろ。味がねーって。美味しいんだけどな。何か入ってるのかな。すげえ、味噌入れてないのに肝で味噌みたいな。わー、すごい。砂糖ですね。砂糖が少量で。で、お味噌。香りがすごいいいですね、これ。あー、いいっすね。甘いっすね。味噌入れてこんな香るんだ。肝と味噌が混ざってなんかすごい濃厚な味が。今年も出ました、濃厚。いっちゃった。いや、本当に濃厚っぽそうですからね、これ、うん。色もすごい濃いから。あ、とろみがあるのね、なんか。そうだね。
オッケー。じゃあ味見よ。味見する必要ないですけど、どうですか。すごい噛み応えありそうな味し、あ、してますね。顔してますね。パネ。パネ入りましたね。うん、あ、けど全然、あ、うまっ。ソースがうまい。ソースが。何ですか。ソースがって言ったんですよ。あ、ソースね。やまびこしただけです。ソースねって一言も言ってないですからね。あ、気のせいだった。気のせいだった。気のせいだった。会社の届け書くとこだったな。こうなってしまったか。ついに追い詰められたかいっちゃうんで。じゃあ一品完成。はい、じゃあ弁当箱。弁当箱にね。こんくらいの弁当箱にってこんくらいの見たことないですからね。女子のサイズ多いと思うね、少ないと思うね。OL が使ってそうなサイズだ。結構小さめですね。小さめです。よし、ぎゅうぎゅうにしとこう。いっぱい食べそうだし。あとは二人分だよな。足りねえってなるけど。初の兄弟喧嘩が見れるかも。あんな温厚な人が。やめてってな。あんな仲良い兄弟見たことないと思ったら兄弟喧嘩する。じゃあ。うわ、この味濃いのおかずにしたらたまらんだろうな。じゃあ肝も。ああ肝。太郎が狙ってた貝柱も。うまそう。避ける貝柱ね。まあさすがにね、おかずがこれだけってなったらね。確かに。寂しいものもありますからね。うん、がっかり遺伝するから。うん、がっかり遺伝しますからね。ね。まあ、なんか先ほど作ったやつを。よいしょ。その前回の動画ですね、これ。そう、前回の動画に使った。ね、どのタイミングで上がるか分からない動画を使ったやつを、うん、よいしょ。詰めていくと、ほら弁当じゃん。あ、すごい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 、マジで弁当だ。すごい。これが学校でしたら確実にいじめられますけどね。少ない可能性でヒーローになれる。出来たてだから湯気出てますよ。すげえ、なんか神秘的だ。なんかおにぎりみたいな。すごいですね。はい、じゃあこれを、はい、届けましょうか。はい、届けましょう。はい、はい、ゆうちゃんとしんちゃんを派遣しました。はい、もういつもお世話になってるってことなので、はい、こちらスペースデリバリーの真面目バージョンです。失敗作って言われて、失敗作ですね。はい、これどれが表でしたっけ。どっちだろう。どっちだろう。どっちだろう。虫とか大丈夫ですか。あ、ゲジゲジだったら食べますよ。ゲジゲジ。卵とか毒の免疫とかはずっしり。食べたことない。ずっしり重いですよね。重いっすね、これ。うん、これドンキとしても使いますから。ドンキとしても持っていよ。やばいよ。重っ。なすか、あ、ここ開けるときはこの状態で開けてほしいです。この状態で開けたらちょっとまずいことになります。なんだろう、めっちゃ簡単に。あ、逃げちゃうんだよ。予想つな、逃げちゃう。下さわ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 ってなくて、開けないで捨てたいけど。この状態で開けてほしいです。でもいいっすよ、もうゆっくりゆっくり、ゆっくり、あんま刺激しない方がいいです。刺激しない、あんま怒らせるようなことはしない方がいいです。あの、パトカーすぐ来るんで。パトカーダメなやつ。あったかい、あったかいやつ、出来たてですね。チョコレートみたいな。おお、でかっ。そうなんだよな。シャコ貝めっちゃでかい。あ、よく正解。正解、当たった。当たりました。じゃあ、ゆうちゃんがここ開いて、しんちゃん下持って、どうぞ。俺ここ開けばいいね。そう、いきますよ。うおお。あ、微妙なリアクションですね。なんか青が目に入っちゃったから。期待の知れないものが。ちょっと、ちょっと予想外の盛り付けでまずびっくりして。ありがとうございます。釣り弁当。釣り弁当。釣り弁当ですか。書いたとは思うけど。あとは色とりどりの。すごい。おまけみたいな。卵の黄身。これはグリコのおまけと思って。おもちゃかな。あんまり食べ物にはない色だよ、これ。これは3回ぐらい噛んだらすぐ吐いた方がいいです。どっから行こうか。どこ、どっちから食べたいところから。じゃあ俺米からいって。米と何かをじゃあ。なるほどね。米はセットなんで、これ。米と、これ小皿に入れてね。小皿にもなるという。やっぱ2人いるから。そうですね。いい弁当箱ですね、これ。小皿にもできるっていう。おお。うわ。こっち。これ鼻ツンってくるぞ、これ。全一気にこれ一つ全部いった方がいいです。これこんなやって。そうですそうです。いきますよ。いただきます。どうですか。ん？あ、何これ。
これ当てきれないと思う、うん、めっちゃいつも香りする、うん、これいいっすねこれ当たりだ。じゃあちょっとやめとこうかな。天国これ、あ、これもいいっすね。あ、これいいっすね。見た目は貝かな。いただきます。あ、美味しい。これ美味しい。美味しいの聞きました。美味しいよ貝。食感も美味しい、味付けも美味しい。俺は普通かな。ゆうちゃんの、ゆうちゃんの、ゆうちゃん、これ、ゆうちゃんはあれ、ハズレの方食ってるから。これ、うん、ハズレを食ってる。食っちゃいけないやつ食ってる。これは、まあ、貝うまい。うん、貝うまい、うん、あ、これは美味しい。あ、これ、これはこれはちょっと死に近い YouTuber、これ空戦用緑、俺もいっちゃいます。得体が知れないとね。そうっすね、確かに。得体が知れないもの、海のものな感じは、うん、おーだけども、お、正解いっちゃいますか。俺はでも嫌いじゃん。ああ、正解言いますと、こっちがシャコガイなんですよ、この味噌。はいはい、味噌ニンニク味噌炒めで、こっちがクレーミーバイで作った魚肉ソーセージ。はいはい、はい、ソーセージ一回ミンチにして、うんうん、そうです、そうです。で、この色は何ですか。色は着色料入れて、絵の具がね、ちょうどあったんで。素材自体は悪いもんではない。一切悪いもんじゃない。色つけただけ。これがアボガド味と、アボガド、あの、ベニーモ味と、へぇ、あ、本当ですよ。オレンジはチーズ。チーズ、あ、チーズ、チーズいって、これ、美味しい。チーズ、これ大人気だった。じゃあ俺が行こうかな。磯の香りすごくなってるな、弁当。うん、すごいぎゅうぎゅうに詰められなかったんですか、じゃあ。多分この貝が、コップがあるかもしれない。確かに、コップ。これ、チーズは美味しいでしょ。これ美味しかった。これ美味しいで有名。うん、魚、チーズ、魚が肉よくなってる。どこに消息不明になってる。何なのか、魚がないと。クレーミーバイが、あ、いった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 。一番、一番食べ物にない色。触れちゃいけないやつ。これはスライムの横脇腹。あ、ガチャガチャで出たやつ。あんまり味しないっす。これは甘し、味付けはしてないです。甘し。青くしただけの。これは青くしただけ。まあ動画みたいなのを楽しみじゃないですか。喜んでもらえたね。そうですね。喜んでもらいましたね。こんなおしゃれなさ、弁当箱に入れてわざわざ我々のために。今多分ハイカットって言ったらこれ海にぶん投げそうだよ。遠投とか負けさだ。いや本当にこっちのね、感謝の気持ちっていうことで、そうですね、今年はね、もう感謝していこうかと、今までね。そうですね、ゆうちゃんのね、このゆうちゃんとしんちゃんのあの車、あのディーゼル代がちょっとね、これ少しでも足しになるかなと。ありがとうございます。だから感謝の気持ちとして受け取っていい。そうです、そうです、向こう3年分の。そうです、今までのじゃなくて未来の。あと3年間は何やっても許してください。そういうことなんですか。そういう弁当ですね。そういう弁当、そう、気持ちを込めた弁当。嬉しいね、なんか初めて。そうだね、食べたから。ありがとうございます。よかったですね。リスナーさんも隣にいたんでね。あ、うまい。中のいい、中のいい。いただきます。一生美味しいとこじゃない。あ、美味しい。青いの食いたい。あ、美味しいっすね。これはクレーミーバイって言って、魚、航空魚。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです、めっちゃ美味しい。死にうまい。これからはじゃあ我々釣りしますか。じゃあそうですね、釣りしましょう。はい、行きましょう。いった、よろしくお願いします。はい、お願いします。はいさい、なんとスマホからでもクリックした関連動画に飛べるようになったんだ。こっちをクリックするとパソン、なんと関連動画に飛ぶことができる。そしてこちらをクリックするとパン、チャンネル登録ができるようになるんだ。パン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 。さよなら。